はいどうもはい、楽しい美味しいご飯の時間ですよ。すみません、でっかい声出しすぎました。ということで出来上がりました。作ってるところは作ってるってほどのものでもないんで、写真じゃない、動画撮ってないですけれども、こちらでございます。2目玉焼きは、なんだこうやったら撮っても美味しそうだな、撮っても美味しそうだな。こうやってやったらサムネになっちゃうか、おい、こうやってやったらサムネになっちゃうか、こうやったらナムネじゃない、サムネになっちゃうんじゃないのかしら、これ。はい、出来上がりました。パンに目玉にウインナーたくさん、餃子スパ、頭いいや、ちょっとあったかいうちにやらないとダメだから、あったかい、いただきます。鼻かゆいです。あー、鼻かゆい。ミスター健康木島です。ありがとうございます。あったかいうちにやらないと、バターがね、あれだから。ああ、おいしい。ああ、おいしい。この茶碗、ほんとおいしい。改めまして、いただきます。バターがあれだから。バターが。これ、どこで買ったっけな？これも業務スーパーだっけな？忘れちったけど、こういうバターです。ああ、いやいやいや。ちょっと、これ、先にね、バターやっとかないと。あれ？にこのバターをね、やっとかないと溶けなくなっちゃうからね。溶けて、ごめんなさい、焦りすぎました。焦らず急げです。焦らず急げなんで、こういうのは本当に焦らず急げなんですけどね。少々お待ちください。今やっております。少々お待ちください。もう先に乗っけとかないと溶けなくなっちゃうから、先に乗っけないと溶けなくなっちゃいますからね。先に乗っけ、結構たっぷりめにいきますよ。結構たっぷりめにいきますよ。少々お待ちください。よーし、先にこれからやってもらうと食べれなくはならないけど、 しっかり溶かして食べるにはね、まあ、溶けなくても別に美味しいんですけど、せっかく焼いてるんですから、焼いてるのであれば溶けてほしいじゃないの。焼いてるのであれば、バターってすごいよね。バターっていいよね。あー、よしよし、溶けてきたぞ。目にもバターちょっと塗っちゃいました。よし、あー、いい感じ、見てほら、この色、いい感じです。あ、柔らかくなったね。前もって冷蔵庫から出してね、ちょっと常温にね、バターをしておけばよかったんですけども、そこまでの考えが回るような木島君ではございませんから、この程度のあれになってしまいましたけど、もういいでしょう。贅沢しすぎてもあれだから、ちょっと手を拭きます。よし、何回やるんだって。改めましていただきます。トマトから、今日のトマトもいいトマト、溶けたパンです。溶けたパンね、バターが溶けた、しっかりと溶けたパンです。いい感じです。もう一口で最後か。おいしいね。玉ねぎとキャベツ完璧。ウインナー何本焼いた？ 1,2,3,4,5,6 か、もう数えてないですから。袋からダバダバだダバダバだって言ってますからね。ダバダバです。業務スーパーの1キロ何百円のも安いやつも非常に優秀です。素晴らしい。最高だ。
うん、あ、おいしい。久しぶりだな。バター塗ったパン食べるの久しぶりだな。めちゃめちゃ美味しいな。やっぱり。やっぱりめちゃめちゃ美味しい。こういうことなんだろうな。結局のところそうなんだろうな。もう思い切ってビタミン C も摂取しちゃおうかね。こっちにこうやってビタミン C も摂取しちゃおう。完璧です。もう栄養バランス完璧です。美味しい、うん、これでも美味しい。もちろん炭酸入れないとあの感じにはならないけど、これはこれで美味しい。結局だからこういうことっていうのはバターとかマーガリンとかさ、いちごジャムとかそういうことなんだろうな。それがもうど真ん中の芯にあって、でもたまに違うの高級のってね、あの昔の粒がなんかあるのかないのかわからんような、ああいうイチゴジャムですよ本当に。でバターなんて高くて買えないってマーガリンばっかですよ。ダブダブビッチョビッチョにして、あんうちにな本当に、うん、なんかでチョコレートとか今の高級ないろんなジャムとかブルーベリーとかいろんなの食べて、おいしいな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 ってまたこうやって帰ってきて、入ってきてっていうか、バターは贅沢だけどね、はっきり言って。マーガリンですよ。ネオソフトクリームブレンド、ネオソフト。マーガリンです。何から作ってるのかわからんけど。石油から作ってんでしたっけ？うん。ちょっとわからんけど、美味しいんだな。美味しいんだ。うん。ウインナーも6本もあって。目玉にですよ。目玉に嬉しいね。嬉しいね。うんうん。嬉しいよ。本当に。赤もいいですね。やっぱね。赤もいいよ。巷でだいぶ。与論山学校 T シャツ。歩いてる方が増えてきてるんじゃないですか。たくさんのご注文ありがとうございます。本当に、うん、あー美味しい。ほんと優秀だな。ぶっこんなこれ。300円、400円したかなっちゅうぐらいですよ、1キロで。割りません。う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 ん。塩加減もちょうどいい。塩加減もちょうどいい。
キャベツだけじゃなくて、いつも言いますけど、玉ねぎが入ってるのがいいね。これで程よい刺激とさっぱり感、これたまんないですよ。ちょうどいいね。この食事見て誰がケチをつけますか。ビタミン C 摂取してケチをつけるの。ケチってなんだ。罰とかなるけど、ケチってなんだ。罰をつけるとか、ケチってなんだ。そう考えたことなかった。しまった、油断してたな。42年間も、まあ最初の2年間もあれだとしても、40年間、3年かな、やっぱ2年だな。おまけしたとしても2年、40年間何をしておった。木島君、ケチをつけると、ケチってのはなんだ。油断してたな。そういうの気になったらね、結構調べたりしてたんですよ。昔辞書がなかった、ディクショナリーな、辞書がなかったじゃない、スマートフォンがなかった、ディクショナリー時代なんかもよく日向ぼっこのぼっこってなんだと調べましたよ。日向ぼこり、このほこりがこうやって舞う、まあ今いいや、舞うような様の、そのこうやってほわんとしたの。時短だを踏む、なんだと時短だとは、地たたらでした。こうやってたたらを踏むね、たたら、あのうわうわうわって火を起こしたの、鉄とかそういうのを作る、そのたたら、地たたら。ジンクス、ジンクスって何なんだと。あの鳥の鳥だった。でそれ悪い時の例えしか使わなかったけど、今はそうじゃないみたいね、なんか。まあそういう話じゃない。そうです。しまったなぁ。油断してた。調べようね。ケチをつけるの。ケチって何なんだ。皆さんご存知ですか。またスマホで調べちゃうからすぐ忘れちゃうかも。なんだかんだ便利だけど、昔広辞苑で調べたのは結構覚えてるけど、全部とは言わんけどね。最近のピピって調べたやつはすごい忘れちゃうな。これ仕組みの問題じゃないですよ。僕自身の問題です。なんだかって。忘れてもまた調べればすぐ調べられると思ってるからでしょうね、僕が。そういうことなの。いきなり電気がない社会になったらもうおしまいです。恐ろしい、恐ろしい。平和ボケ。油断しておるわけですよ。先輩方のおかげで、先輩方みんなが作り上げてくださった、気づいてくださった、積み上げてくださった、この今の平和な時代に甘えて完全に油断してボケておるわけです。まあ皆さんは違うでしょうけど、僕は完全にボケておる。そういうことだ。ダメだね。ちょっと調べよう。ダメだねって。いや、おいしい。口いっぱいに広がって、君がありがとう。とか言いながらスマホで調べるんですよ。
だって便利だもん、引っ張り出して。めくって、またしまっててしなくていいから、うん、でもそれとセットになってるから覚えるかもな、あっちのもあるし。バター塗ったパンは美味しいな、これだね、結局のところこれですよ。そんなことより今日のご飯が美味しい、そういうことなんです。今日も元気だ、ご飯が美味しい。頑張れ広島カープ。どうした、どうしたってのよ、もう本当に頑張ってちょうだいよ広島カープ。2019年だ、もう2年も経ったか、2年も経ったか、2021年、欲しかったな、もうないだろうね。来年こそは仕入れたいね、2022年のはこういうものを。バターたっぷり塗ったカリッカリに焼いてパン2枚、ウインナー、業務スーパーの強力なやつ、安くて強力なやつ6本、卵にトマト、野菜。今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。いや美味しかった、いや美味しかったな。頑張っちゃった。